久保さん、これね、もうどこでも家ですね。マイホーム。まあ本当ね、あとねこれね、さっきちょっと重いな、これクソ重いんですけど、まあいいや。あのでかいやつもあるんでね。あ、これもあるね。まだある。いっぱい電池ある。蓄電池ですね。そうそうそう、なんかね、久しぶりにお客さんから連絡来まして、いろいろと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 考えた結果、まあ、また積み上げますみたいなメッセージ来たんですけど、まあ、報告いただいたんですけど、久保さんのおっしゃる通り、報告する相手がいなかったら報告してこないんですよね。僕常にやってるので。だからね、僕思うんですけど、勝てますね。本当に勝てる。だからブログも、10年やったら勝てるなと思ってるんですね。だって10年続ける人いないんで。なんかそれがもう明確的に僕も、ね、久保さんもその毎日ではないかもしれないけど、そのたまに来る人はね。なんか、身をもって見てるわけじゃないですか、現場を。だからその現場が事実、現場で起こってるものがそれなんで。だからまあ、僕もね、自分の表に出会い始めて4年ちょっと経ちましたけど、まあやっとってよかったなと思いますね。そう。で、そう、久保さんの言う通り、なんかね、最近、僕が本出したのもう4年以上経つんですよ。で、その本出した時にすぐ買った人がまた来ましたね。で、たまたま、なんか吉谷さんの動画がお気に入りになんか出てきて、お気に入りというかその、Google のおすすめに出てきたらしいんですね、自分の。まあ、Google さんありがとうなんですけど、なんかそのずっと見てなかったけど、吉谷さん、あれ吉谷さんだっておすすめに出てきたみたいで、まあ、そのアカウントごとに、そのね、その、検索してる人の最適化して Google 出してくるじゃないですか。だからそのなんかキャッシュ、過去のね、検索とかなんか見てたものから算出して、あなたにどうぞみたいに出てきたっぽいんですけど、それで、またやりますみたいなね。まあありましたね。そう。だからまあ、一回でも久保さんの動画見てるとかね、一回でも僕の動画見てると、なんかずっと続けてるとたまにね、多分出てくるんですよ。おすすめに。ありがたいですね、Google さん、ありがとう。やっぱね、続けるっていうのが究極ですね。続けてやるっていうのが。そうだ、ほんとね、時代は進化したなって思うんですけど、今もう久保さんの動画アップロード終わりましたよ、これね、アップロード終わった。だからまあね、動画撮ってアップロードしてる間に移動してみたいな、で休憩してる時にあ、アップロード終わったなみたいな感じで、もう本当にね、すごいですね、この時代は。しかもね、iPhone だけですからね、僕 iPhone のテザリング、昔は無理でした。テザリングで動画をアップロードするっていうのが結構難しかったんですけど、だ要は容量がなかったんですよ。で今はもう50ギガ以上とかプランあるんで、昔50ギガプランとかないじゃないですか。で今無制限とかね、なんかいろいろ出てきてるんで、それも時代のあれですよね。昔のプランだったらすぐギガオーバーになっちゃってたんで、なんかこれも時代の流れでありがたいなと思いますけどね。じゃあ続けてれば勝てるってことですね。いってらっしゃい。